お疲れちゃんです。ラットレスだけで今回もね、クラッシュラーやっていくんですけど、今日はね、これ、ロケホーミラーのロケットミラーを使っていこうかなと思います。だ前の動画でもね、ロケホーにハマってるって言ったんですけど、本当にハマりすぎてて、すごい愛用してますね。なんで、ロケホー動画ちょっと多くなるかも、知れないんですけど、まあいいかなって感じでやっていきます。で、これ元々のテンプレのアイスピかな?このアイスピの枠がなんか色々変わってるんですね。コウモリになったり、オールブレイカーになったり、なんかロケットがポイズンになったり、なんかすごい万能な方っぽいんですけど、まあただ僕はそこをね、鏡にしただけって感じで、まあ今日はね、やっていきたいなと思います。あのね、すごいね、このロケ法とね、鏡、まあミラーの、こう相性がね、神レベルだと僕勝手に思ってまして、まあそれはね、まあ理由なんかわかんないんですけど、まあ個人的にですね、すごい合うと思ってるんで、マジでね、可能性しかないと思ってますね。よいしょ。さあ、で、やっていくんですけど、ちょっとね、最近体調崩したんですよね。一昨日ぐらいに、寝る前ぐらいかな。まあ、若干体調悪いかなぐらいだったんですけど、次の日朝起きたら、8度ぐらい、8度8か。あって、久しぶりにこんな体調崩したなっていう感じで、ちょっとね、よいしょ。で、まあ今は多分もう7度もないぐらいにね、僕元気だと思うんで、すごいね、心配してくださった方ありがとうございますって感じなんですけども、まあ YouTuber 投稿していくよって感じですね。さあ、気づけばロケット星がいっぱいで相手メガライトも咲いたので、ロケット星を追加すると?え?お前ら、エイム悪すぎんか?今の見ました?エイム悪すぎん?コウモリ5体いて、3人で2体か3体しか当てれてなかったよ。待って。ちょい。そんなんしたらね、ロケット星が、ロケット星弱いじゃんってなっちゃうじゃん。マジ営業妨害っすね。強いんですよ、本当にこの子たちは。まあ、こっからね、わかりますから。なぜなら、相手は、ステルが、まあ、ザップか雪玉なんで、この僕のロケット星を、ウェイ。こう処理できるユニットが言ったらないわけなんですね。まあディガー、いわゆるディガーぐらいなんですよね。なんでここに統制飛んでくるんで延命するんですけど、延命できないですね。ちょっとやばい。待って、ロケット星めちゃくちゃ弱いカードに見えてきた。やめろ。まあ、こっからっすね。本当にもう後半に向けて、ロケット星をいっぱい出すことだけ考えれば勝てますね。というかまあ相手の弱点、相手が弱い部分をいっぱい作るみたいな感じですね。ミニペッカの受けがないならばミニペッカめちゃくちゃ出すし、みたいな。こうなんかね、相手の弱点をもう無限についていくって感じですね。よいしょ。さあ、今日はロケット星の栄養がちょっと悪めですけど、いいね。さあ、もう本当にこれを無限に繰り返していきますね。なんでもう無限に、このロケット星パーティーしていきます。まあ、ロケット星、おい、ミニペッカ?守っていく。で、気づけば、ああ、なんであっち行くね。ちょっと待って、来た。やばい。俺の恒例になってくるかもしれない。お腹痛くなってきた。なんかね、まじ10分に1回ぐらいすぐ腹痛くんのよ。やばいっすよ。いや、俺、何も食べてないやん、みたいな。いや、さっきトイレ行ったやん、みたいな感じっすね。はい。さあ、もう僕はあんまほぼ攻めてないですね。基本的に防衛しとけば、あー、そっちか。防衛しとけば、気づけば、相手が、まあ、苦しんでるって感じですね。やばい、痛い。やばい。なんか、たまにないですか?なんか、関節痛っていうのかな?むくみっていうのかな?なんか、こう、なんか、一日中疲れまくった時とかに、なんか、どっか足とか痛くなったりするじゃないですか。なんかもう、痛すぎて、たまにもう、家で、一人暮らしとかなのに発狂したりとか、なんか本当に恥ずかしいですけど。何回かありますね。なんかもう家で。痛すぎて痛いってガキじゃねえかみたいな感じのこととかもね、ちょっとあるんですけど、まあそれとはまた別で、ただただお腹痛いっすね。やばい、ちょっと待って、流れがよろしくねえ、これ。なぜならロケ方針がいっぱいないんで。OK、まあ、ロケ方針いっぱい作っとけば正直なんとかなりますね。だから最悪目がないともうダメージ入っていいんで。いや、入れないけどね。はい、来ました。相手は762あるんで、よーし、まあ、762どうにか耐えるかって思ってるんですけど、まあ、甘いですね。僕にはロケット2周っていうのがあって、もう3倍タイム来ると、ロケットだけで終わっちゃうんで、グッドゲームと。
多分そのほとんどの人がね、おっととかこう言ってくるんですね。やるな、ありがとう。よし、というわけで、こう、ロケットミラーの最後のフィニッシュが強いっすね。なんかもう相手が予想してないんで、ロケット打ってきて勝てるみたいな、こう、一瞬上げといて、もう一瞬で落としていくスタイルですね。よろしく。さあ、で、体調崩してた時にね、皆さん、ライキさんがね、別に家近いわけでもないのに、わざわざ、あ、ちょっと待って、来た。やつが来たぜ。家近いわけでもないのに、わざわざ、欲しいもの聞いて、買ってきてくれたんです。家まで届けてくれたんです。やばくないですか？もうびっくりですもん。え？今度僕届けないといけないじゃないですかって。そういうつもりじゃないんですけど、なんか、優しすぎかいって感じですね。もうびっくりしましたね。いやー、こりゃ、モテるなと思いましたね。ライキジョーンズ先輩はモテるなってもう感じちゃいましたね。いやー、なんでポカリとあのコンビニのね、煮卵おにぎりうまいんですけど、煮卵おにぎり頼んだら焼きおにぎりが入ってましたね。煮卵おにぎりなかったって言ってました、ね。人気なんで、人気商品なんでね。はい、全然、まあ、当然いいんですけど。なんかめっちゃ、他にもなんか、ヨーグルトとか、みかんゼリーとか、そのちょうど僕が結構好きなんですよね。しかもこう、風邪ひいてる時にすごい食べやすいっていう。センスが違うなって思いました。これ多分相手、何のデッキだと思ったんですけど、なんか似てますね、雰囲気が。トルネねえだろってことで、後ろディガーしました。これは、ディガーとバルーンを一緒に巻き込みたい。相手はバルナナですね。バルーンはね、ちょっと怖いですね。ディガープラスバルーンされた時に、ディガーを早めに処理しないと、バルーンロケットだけでも耐えちゃうんで、ロケットレベル7でもバルーン、ん？ロケットレベル10でもバルーンって処理できないんですよ。なんで、ちょっと加工してほしいですね、バルーン。適当なんですけど、ちょっと。なんで、まあ、そうなんですよね。これがね、結構安い。おい、延命していく。このディガーちょっと入ってます。もう残り1000になれば僕の勝ちなんで。残り1000になればね。もう。残り1000になればもう僕の勝ち。タラバは？タラバは来ますね。この辺に。うん、来いよ。来い。あ、来た。延命していく。ふい。あ、この延命がね、大事。あ、ロケット欲しい。自分から近づくな。バカ。よしよし。OKOKOK。いい感じですね。もうこれが、ね、いい流れですね。んーよいしょー。あはん。まあね。ちょっと暇なんで。マジ、ディガーをちゃんと拾わないといけないです。なんと、この人なんこれです。このディガーを早めに処理して。OKOK。これはね、大丈夫ですね。多分入らない。これ入ったらって負けるもん。おい。で、こっちのダメージは今日できると。さあ、もう少しですね。バルーンミラー。バルーンミラーじゃねえわ。なんだっけ忘れた。ロケットミラーで終わりの時が近づいてきますね。さっさっさ。あ、これ多分落ちますね。多分落ちる。えい。ロケットで、あ、シャシャったな、こらーってなるんですけど、もう一発あるっていう。え、これロケット当たってるよね。イエーイ。もう演出がかっこいいっすね。ミラーのシャキーンっていう。よし、さあさあさあ。いや、いい感じですね。いや、結構ね、強いと思うんです。今2000か？今2000っすね。なんか結構ね、こうね、スケラとかもちょっときついんですけど、まあ、ええ感じに防衛して、もう残り最後ほぼロケット削りみたいなのがありますね。まあ、あと、まあ、こんだけ使ってて、多分、絶対思うのが、いや、マジエチャ来たら終わりじゃんって思うんですけど、マジエチャなんかウッドで殺せますからね。知ってました？皆さん。マジアチャってウッドで死にますよ。なんでみんなウッドで処理しないんだろうって逆に僕が疑問に思ってたレベルっすね。本当に。はい、だってウッド2発殺すガスだけでマジアチャ処理できるんで、あ、使いました、今ちょうど。はい。簡単っすね。ウッド2発でマジアチャ処理、覚えておきましょうね。これ多分ね、もうちょっとアイゴルが前に行って、いい感じになって、あ、ちょうど痛い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 。ちょうど痛い。はい。まあ、とりあえず攻めつつ、あ、これロイフグっすね。流行りのね、環境ロイフグを使ってくるタイプですね。環境ロイフグはね、ちょっと辛いんですよね。ロイフグが辛いのと、まあ、ロケットボーイっすね、マジ。
で、まあ、ウッドでハンター防衛しつつ、オーゲイ。さあさあ、で、ログを基本的には、胞子プラスのウッドで処理か、まあ、ロケット防衛でダメージを抑えていけば、相手のスペルはクエイクウッドなので、まあ、基本的にダメージを抑えていけるんですけど、マジアチャっすね。マジアチャがすごいやっぱ厄介なんですけど、まあ、ウッド転がすだけで処理はできるんでって感じっすね。サイクルがよろしくないっすね、今。流れがね。ウッド欲しいっすもん、すごい。おしゃれにね、リーガー方式で決めていきます。お、避けていく。おい、ロケ投手がこれいつまで活躍してくれるかっていう。さあ、うえ、このミニピッカー怖え。まあ、ここはワンチャン共有できますね。スケで、よしよしよし、さあさあさあ。で、マジアチ咲いた後なんで、アイゴレミニピンも重ねられるし、わあ、使っちゃうか。シャキーン、かっこいい。かっこいいからやってるまであれですね、本当に。まずこれはとりあえずね、気持ち、どうでもいい。とりあえず適当な攻めっすね。ワンチャンなんかいい感じになんねえかな。うえー、なかなかダメージが入ってくれないっすね。多いな、多いな。これ、老服のダメージできるだけ抑えたい。まあまあまあ。さあ。いやー、苦しい。苦しいよ。苦しいよ。あ、OK、OK、D がちょっと入ってる。D がちょっと入ってる。もうこのちょっと入るだけで嬉しいですね、もう。よいしょ。やっぱ、ホワイトさんもうまいんだよね。よいしょ。はい。はい。よし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 。もうなんか、もう必死ですね、僕も。すごい必死ですね。で、ウッドなんで、変に延命はいらない。お、入る入る、これ。ドゥドゥン。ドゥドゥン、ドゥドゥン。おい、いいね。いいね。さ、そろそろ、あれっす。ロケット圏内。お、え？おい！やる！ナイス！さあ、ミニペッカで抑えつつ、いや、いい流れが来てますね。さあ、エイム、君たちのエイム大事だよ。ここね、リガー大事。あのマジアチはウッドミラーで処理できるんで、歩いてきてからゆっくり処理したいなと思います。オッケー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 。よしよしよし。ウッドからの、で、言ったら防衛あっちゃうロケットですね。オッケーオッケーオッケー。これでダメージを抑えていけば、オッケー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 。間に合う間に合う、ミニペッカー、おぶれー、間に合ってない。お、間に合っ、うん、オッケー。さあ、ロケットミラーで終わります。いや、まあ、これね、マジ結構バランスいいデッキだと僕すごい思ってるんですね。ロケットミラーの前にワンチャン、ロイフが飛んでくるんで。あれねえ。あれがねえ。いきます。ぴょーん。よし。お願い。相手は多分、あれやったくねと思うんですけど、ミラーあったわって感じです。さあ、グッドゲーム。でも12勝いけますね。しかも結構無敗でいけるレベル。マジで、マジアチャが弱点なんですけど、ウッドで処理できる人は知らないと思うんで、ほんとにウッドだけで処理できれば、結構マジアチャはね、カモになります。というわけで、これね、結構バランスいいと思います。よければ、お使いください。というわけで、終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。では、またね。